ちょポッキー食べようかな。ポッキー濃い深み抹茶、季節限定、うまみのある抹茶を練り込んだ濃厚な味わいだって。ガサゴソ。美味しそうだね。抹茶ってあんま食べないんだけど、美味しそうだね、確かに。いや別に限定品だからとかじゃないよ。ガーナのポッキー、ガーナのポッキーなんかあんの？5000円ぐらい。うん、うん、抹茶くせえ。うん、あ、抹茶くせえ。あ、くっさ。俺抹茶あんま好きじゃなかった、そういえば。あ、くっせえ。あ、くっさ。なんだ俺、小学校の時にドラクエごっこして公園で石ですりつぶした葉っぱの匂い。いや美味しいよ、美味しいけど俺あんま抹茶好きじゃなかったわ。そういえばうまい、うめくせ。いや雑草食べてないよ、雑草食べてないんだけど、なんか何、薬草代わりに雑草をすりつぶしたふり、おままごと的な話よ。いや抹茶案件、いや抹茶マジでうめえ。うん、いい匂い。抹茶が臭いっていうか抹茶臭い、抹茶が臭いんじゃない、抹茶の匂いが臭い。ちょっと待てよ、日本語むずい。過激派抹茶軍がいるな。そう、香る、こんにちは。そう、香る、抹茶香る、抹茶香る臭さ、うめえ。臭い臭いじゃない、臭いやんけ。臭いじゃない、抹茶の香る匂い、抹茶が香るでいいんだよ、もう丸。うん、わ、こいつも惜しいんだけど。でもハンターのは二の次で。芳醇な深みのある香り、まるで草、うめえ。なんで最後の台無し、なんで、まあマジ、食レポ強化合宿、アグロ抹茶、葉っぱか。黙って食べな。うまい、極細ね。でも俺さ、ポッキーの掴む分嫌いなんだよね。だからトッポの方が好き、最後までチョコたっぷりっていう最強さ。あの掴むところ、キノコの山の下の部分と同じ扱い。ポッキーのその部分だけ取ってまとめて食うの結構好きなんだ。味ないじゃんあそこ、つくしでも集めて食っとけよ。やばい、負けそう。つくし、つくしが美味しいかどうか知らん。ドルイド金策しようかと思ったけど。つく、今日尖ってるねって何？つくし好きな皆さんすみませんでした。つくし美味しいですよね。あ、ちげえわ。ポッキー好き、ポッキーのよく棒の部分好きな皆さん、キレートレモン飲むか。余っちゃった、もう酸っぱいし。いやこれは美味しい。酸っ
あーびっくりした。酸っぱいね、そういえばこれ。あーでも涙出そう。酸っぱ、5年分のビタミン C 取ったわ。酸っぱ、あ俺ボイパうまいよ。ビスマス、ほうひ、ファンを殺していく。酸っぱ、やばい、酸っぱすぎるだろ。キレートレモン、クエン酸 1350mg 入ってんだって。クエン酸って洗剤とかに入ってるやつでしょ。まずそうに言う。え、洗剤の薄めてないやつ飲んでる。まあ洗剤飲んでるみたいなとこあるな。高度なギャグ。え、クエン酸って結局効果あるのかわからないって。ま、あそうなんだ。は、失敗って何何、俺だけは、何、なんでこれできないの俺ゲーム。